回はリンゴ酢プラス〇〇で中性脂肪がぐんぐん下がるというテーマでお話ししたいと思います。リンゴ酢には嬉しい効果がたくさんあるんですね。中性脂肪を下げるのもその一つです。このリンゴ酢についての効果、なぜ効くのかという話をしてから、この食材と組み合わせると最強だよということをお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、ドクターひこです。マインドフル睡眠チャンネルでは、寝せない、眠れない、疲れやすいといったお悩みを解決するお手伝いをしています。まずはじめにリンゴ酢の効果についてちょっとおさらいをしておきたいと思います。リンゴ酢の中には酢酸、クエン酸、ペクチン、リンゴポリフェノールといった4つの素晴らしい成分が入っています。これによって総コレステロールの値が下がったり、中性脂肪が下がったり、空腹時血糖を下げるという効果もあったり、 HDL ですね、善玉コレステロールを増やすという効果が2021年の大きなメタアナリシスで報告されています。では実際にリンゴ酢と言われてもどんな風にして取ったらいいのか、まあ、ただ単に飲んだらものすごく酸っぱいし、どうやって取ろうかなって思う方もいらっしゃると思うので、せっかく取るんであればこれとこれ組み合わせたらいいよというのを今日お伝えしていきます。おすすめの組み合わせのまず一つ目は根菜類です。ごぼう、玉ねぎ、人参みたいな根菜類を炒めて、そして砂糖やリンゴ酢を入れて最後に味を整えるみたいな、ちょっと甘酢炒めみたいにすると効果抜群です。根菜類には食物繊維が豊富なんですね。食物繊維によって腸内細菌で短鎖脂肪酸を作りやすくします。でそうすることによってリンゴ酢の効果が倍増するんですね。これによって痩せやすい体作りができたり、中性脂肪を抑える、そんな効果が高まりますので、ぜひ根菜類と組み合わせるというのをやってみていただきたいなと思います。そして2つ目がお魚です。イワシのマリネとかアジの南蛮漬け、そしてお酢を使ったお料理を魚と組み合わせてやると美味しいですよね。でそのお酢をですね、リンゴ酢に変えるだけなんです。魚にはビタミン D とかオメガ3系のオイルとか、そしてタンパク質も入ってるし、体に嬉しい成分がたくさん入ってます。このお魚とリンゴ酢を組み合わせることによって中性脂肪を下げる効果は倍増です。ぜひ試してみてください。そして3つ目、リンゴ酢といえば液状なので、こうごくごくっと飲みたいなっていう方結構いらっしゃるんですね。飲み物でなんかないんですかとよく言われるので、一つおすすめの飲み方をご紹介しますと、もちろんソーダで割ったり、ちょっと蜂蜜とか入れて甘み付けするのもいいと思いますが、私のおすすめはアーモンドミルクに入れることです。アーモンドミルクって結構甘みがあるんですね。糖質は少なくって、タンパク質や良質な脂質がしっかり入ってて飲みやすいんだけども、ちょっと甘みが強いので、これにお酢を入れると甘みと酸っぱみが程よく調整されて飲みやすい感じになります。もちろん牛乳とか豆乳でも悪くはないですが、アーモンドミルクは糖質が少なめなので、割と私はおすすめだなと思っています。それから飲む量ですね。私が見たそのメタアナリシスの論文では、だいたい 15ml 以上で有効性が高いだろうというふうに書いてはありました。ただそれはちゃんと検証されていたわけではなくて、多く飲めば飲むほどいいという結果が出ているわけではありませんので、まあ、少なくとも毎日少量でも続けるということが大事なのかなと思います。私がぜひやっていただきたいなと思うのは、ごくごくっと飲むことばかりではなくて、調理に活用していただきたいなってことなんです。例えばお肉でも大丈夫です。お肉の下ごしらえ、揚げ物をするときとか焼いたりする前に、ちょっとしばらくリンゴ酢をかけて置いておく。それだけでその後に加熱したときに起こるAGE という物質がぐっと抑えられますので、お肉の下ごしらえにリンゴ酢を使うというのを習慣にしていただくと、かなり老化の防止にもなるし、中性脂肪を抑える効果もあるのでおすすめです。ぜひやってみてください。この動画が役に立ったなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。評価ボタンも押してください。コメントも全部読んでおります。ドクターひこの公式 LINE がありますので、そちらもぜひお友達になってください。週に1回健康に役立つメッセージを配信したり、おすすめの健康に役立つ商品をご紹介したりしております。セミナーなんかがある時にはご紹介をいち早くお届けいたしますので、ぜひ友達になってください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。